のくさんこんばんは。ネットワークビジネスの案件を人にインターネットを通じて知らせるのって非常に難しいですよね。これはね、実はね、解釈がいくつかあるんですけども、でもね、基本的にワントゥーワンの場合は不特定多数ではないので、これは電話と同じ扱いなんで OK だというふうな認識で私はおりますし、まずこれで間違いがないと思います。で、もう一つの問題なんですけども、概要書面ですよね。これは案件を紹介する人が概要書面を熟知しているのは当たり前だと思うんですよ。で、概要書面を持って概要書面に沿ってお話をするって形でワントゥーワン、これ全く問題ないと私は思ってるんですけどね。これでね、そんなにね、問題が起きることは考えられないんですよね。強いて言えば、私がやっていたのは概要書面を要求していただいた方に送るという手法です。もうちょっと具体的に言うとですね、私は特定の社名っていうのは全く使ったことがありません。例えばね、主に使っていたのが例のやつっていう言葉ですよね。例のやつっていうふうな言葉を使いながら、ただそれを利用して喜んでいる人の例を出すことがあったということなんですよ。そうするとですね、例のやつって何ですかっていうふうに聞かれますから、例のやつっていうのはね、こういうやつなんですよっていうふうに個別のメールなり動画で説明することがありました。その次に、必要でしたら概要書面を送りますよっていうふうに私が申し添えていたのを聞いた方がね、じゃあ概要書面送ってくださいっていうので概要書面を送ります、送りましたよね。これ文章で、書面で、封書で送るんですよ。送料は私持ちです。この時点で勧誘も何もしてません。で、概要書面を届けて、それを受け取った方がしっかりと見て、見ていると思いますけども、私はね、見て理解してリスクを承知して私のところに、じゃあサインもしました、これでよろしいでしょうかっていうふうに来た、もしくはこれはどういう意味なんでしょうかというふうに質問が来る。概要書面はすでにその方の手元にありますから、私は堂々とそのことについていただいた質問に対してお答えする根拠はすべて書面でここに書いてますよ、こういうふうな解釈ですよ、ここにありますねって感じでお話しすると、その結果その人がサインするかしないかは別にして契約が成立しても私は全く法に触れることも、それこそ道徳に触れることも全くないというふうな立て付けでやっておりました。で、それはね、今でもあんまり変わらないんですよ。全てのことは教えてくださいって言われるまで私は別に押しつけがましく、これがこうですよと、これはいくらですよっていうふうにセールスをすることはありません。今までもいろんな捉え方あると思いますけども、基本的に私は、はい、始まりましょう、セールスですよっていうふうに言うことはなくって、必要だと思われてたものに対してこれがありますよ、じゃあこれ送りましょうか、必要なものは概要書面だから、これはあなたが読んで、あなたが理解して、あなたがサインをするんですよって形でお送りするってことありましたけどね、こちらの方でサインしておきますよとかね、概要書面を渡さないまま契約先にしてくださいってことは、これはちょっとね、できないっていうところですかね。いろいろとネットワークビジネスについて、慎重にならないといけないところありますけども、でもね、やっぱり今ネットワークビジネス、口コミビジネスってインターネットで広がってますからね。ですんで、インターネットで口コミをしちゃいけないってことになると、これはね、口コミビジネスっていうのはそれこそ成り立たないのかなと思いますし、特に今みたいな時代になってくるとプレゼンっていうのがリアルでできませんから、非常に難しくなってくるんじゃないかなと思いました。もちろんこれはね、最高裁で判決が出たわけでも何でもなくって、私の解釈であり、私が関わっていたネットワークビジネスの会社が OK ということでやってましたんで、ここまでは問題ないんじゃないかなと思いますし、裁判になっても、そこはね、どういうふうな解釈になるか分かりませんけども、なんて言いますかね、民事不介入の範囲ではないかなと思っておりました。のくさんからの話を今回聞いてね、あ、そういうこともあるんだっていうふうに、もしかしたらじゃあ控えた方がいいのかなって気にもなったんですけども、その辺どういうふうに進めればいいものなんでしょうかね。本当にのくさん言われるように、今の時代これじゃあなっていうところはあると思いますけども、それでもね、時代問わずダメだというものはやらない方がいいのかなと思っております。ただやっぱりね、いい情報でしたよ、のくさん、あれはとってもいいと思います。コンシェルジュっていうのはこれから、小さな会社をやってる人が絶対にね、欠かしちゃいけないサービスになると思いますんで、目のつくところが良かったんじゃないかなと思います。今回もね、限定公開とはいえご連絡いただきましてありがとうございました。これからもまだまだね、いろんなことにトライしていきましょう。それではまたメッセージください。ありがとうございました。